人体市は中華人民共和国チベット自治区に位置する地球市。ニャンティとも呼ばれ、ニャンとはニャン川は一帯を指す地名、テとはシトネ、ザトウを意味する。中国名はチベット名を運車した命名。日本ではチベット語に基づく人体のほか、漢字表記からの重役であるリンチーなどの表記が見られる。チベット自治区の東南部に位置する。西はラサ市西南は、 三南市、南はインド、東から東北にかけて、チャムド市、北は、ナクチュ市と接する。本地区のメトク県、ザユル県、三南市のツオナ県、ルンツェ県の南部は、インドとの国境紛争地域となっており、インド政府は、名目上これらの諸県の南部とされる領域で、インドが実効支配するマクマ本来以南の部分に対し、 アルナーチャルプラデーシュ州を設けている。欠片の気候区分では温帯等気象をう気候に区分される。冬は乾燥し、朝晩を中心に氷点下まで冷え込み比較差が激しい。夏は雨が多く涼しい気候で、最高気温は摂氏22度前後まで上がる。故障をコンボといい、1951年当時は、 白目港に属する土名、地キャプを除き、地方貨借政府の管轄であった。1954年に、タクコンベンジどころが設置され、銃のゾーンとカを管轄。1960年に、認知ン区を設置するが、1963年に、ラッサ市、ナクチュ地区、チャムド地区に分割される。1986年に、認知地区として、再独立した。 2015年に地球史の任気史になった。一市かつ区、六県を管轄する。タクコンチキャプタクコンベンジ賞チベット地区、任気線区チベット自治区、任気地区人気市人気空港。ありがとうございます。